もうちょっと厳密には60秒以上時間経ってたと思うの。もうちょっと言うと70秒とか80秒ぐらい経ってたと思うの。って思いません？時計さんどう思いますか？あ、私は75より経ってた。あ、でしょ？そうなのよ。どっちにしても僕釣りからは絶対ないと思ってたから、びっくりしちゃった。ラフくん、あ、いいっすよ、見えましたよ、ローラーで大丈夫です。そうですね、これはローラーで。あ、でも多分リアクターの真ん中にいた人、僕と後ろに、私、はい、ちゃんとさいましたよね。いや、覚えて始めたけど、はい、始めちゃった最後の瞬間見てないけど、え、オラフくんできなくないって。僕がそこでやる意味ない。オラフくんがやったの見ました。ごめんなさい。死体とか、死体の情報とかを。じゃあ今から、あ、僕から喋ってもいいですかね。はい、どうぞ。はい、今、トゥンさんの死体が、ボタンを押すところの下のところにありました。リアクターだよね。はい、リアクターの下のボタンを押すところにあって、で、僕視点からすると、うん、リアクターに入って下を解除し終わったあたりに、多分サントスさんと一緒に入ったというか、うんうん、位置関係はサントスさんの隣ぐらいにいて、で、リアクターの下を解除したのを見ようと思って見に行ったら、富士宮さんがトゥンさんをやってるところを見ました。はい、はい、じゃあその次の情報なんですけど、夏目エロちゃんがリアクターについている時に藤宮も、下ぐらいから来たよね、はい、その時に藤宮さんは、下釜に行ってて、夏目エロちゃんで上2人で上を直しました。下位置が下なのであれば、オラフ君がやってる場合は、トゥンさんと藤宮を見てトゥンさんをやっているので、うんうん、オラフ君はなかなかなんか、そしたらもう初っ端からローラーになっちゃうからないんじゃないかなと思って、僕もなんでキルしたかは分かんないですが、僕がリアクターを解除した後に、はい、トゥンさんと一緒に上がっていこうとしたところで、はい、切ってました。まあインポスターとしてはそこでキルして見つからなかったら結構あの死体発見から時間かかるからギャンブルしたっていうのは、まあ容疑者位置がシンプルに多い状態にはできたでしょう、ね。死体発見が遅れれば。ちなみにさ、あ、いいですか。あ、客観のもうちょっと情報があって、サントスさんと一緒にリアクターに向かったので、うん、あのオラフ君の主張するサントスさんの動きも合ってるので、オラフ君の方が整合性取れてると思います。わかりました。まああと僕もなんでキルしたかわからないって。いやだからそのローラーする前提のキルなのに。なぜ目の前でキルしたかは僕は理解できないなっていう。まあ僕が相当トゥンさんに恨み持ってるぐらいですよね。かもしれないな。一理あるな。ありますね。します。藤宮がキルする場合は、まあ、下側2人しかいねえし、キルしてさっちゃと逃げちゃおう。だと思います。まあ、実際僕とサントスさんがその覚えゲーの前で一旦立ち止まったというか、そう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 、なんで多分覚えゲーしてるって勘違いしたんかなとは思います。ああ、なるほど。はい、まあ、めちゃめちゃ白い、サントさん視点でもそうですよ。私視点はそう、私視点はそう。だからなんかくじみ、あ、どうぞどうぞ。あ、ごめんなさい、サンタさん目線オラフがもう 100% 無理って話で大丈夫ですか？いや、100じゃないよ。あの、覚え毛を最後開いた、最後覚え毛を開いたんで、行って最後終わる 1.5 秒、私は状況何も見えてないです。ただし、する、はい、今まであった話は全部合っていて、一緒に覚え毛のところまで行っていて、わざわざキルするのは、インポスターでそんなことするのっていうのは、その主張の通り。うん、藤宮さんはその真ん中のタスクをやっている位置だったのかな。あ、藤宮さんの位置ですか。そう、あ、藤宮さんが僕見たときはもう本当にあの押すところでやってましたよ、テンさんを。あの一番下のリアクターを直す部分、手当てる部分、ね、手当てる部分のところでもすぐやってました。はい、あ、はい、そこでか。オラフさんが下に行かれたモチベーションは何なんですかね、結局。
レポートが光ったとかですか？あ、いや、普通にもう直り終わった時に、なんかちょっと下に来ませんか？なんか誰やってるとか。あんまり下位確認だよね。はい。なんか誰が直したんかなみたいな。はい、そうです、そうです、うんうん。なんか反射的にちょっと誰がやってるかなぐらいの感覚で行ったら、もう目の前で切ってたんで。めっちゃ黒い。その発言村っぽいですね。村っぽいですね。とても白い。面白い。いや、とても白い、うん、オラウタ。あれだったら近づかないように。夏トレの白を譲りたいくらい白い。わ、うん、かんないね。サントスさんに登場しました。ああ。もうマジで。本当に入ってる。サンに入れました。本当に入ってました、ね。じゃあまあ僕は生き残ったんで。オッケーです。これオラさん白で。はい。はい。僕はサントスさんかな。うん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 、こっから頑張るぞ。おじさんロッキルしちゃうぞ。二度見されたです。ソニキさんがアドミンの中にで端末のところで死んでました。でこのキルペースから考えてオラフさんは黒だと思います。あー、じゃあ7ゲンさんかな。え、何キル？3キルです。3キルか。2キルじゃない？いや2キルでしょ。2キルでしょ。2キル？ソニキさんはちょっとエレクトリカルいましたよね。エレクトリカルにいたの見たよ。で解除したとき僕と先端さんとゾニキさんもいたような気がするんですよ。スナパイさんもいたかな。いや、直したのか俺。あ、まあですよね。スナパイ。あれゾニキさん配電盤に最初貼り付かれてました。ゾニキさんとあとゲンさんもいなかったっけ。ゲンさんもいる。いいっすか。エロちゃんの目撃証言があって、おちょっと左エロちゃんは行ってて、夏目はメッドベイに入ったんですけど、通り抜けていくエロちゃんと先端を見てます。でその後メッドベイから夏目が出るくらいに、で先端は合流したに戻ってきて、エロちゃんは戻ってきてません。で夏目はリアクターに行ったんですけど、リアクターには下いなかったです。セキュリティーローは分かんないです。 ちなみに私死ぬほど怪しい位置にいるんだけども、トの字の上のカフェ側にいます。ドア閉められて弾かれてるところに。オラフ君とかあれじゃない、アドミンとか見てないのかな。アドミンか出てこなかったっけ。アドミン行ったんですけど、タスクなかった。そのままストレージ行って、急で先端さんと会って、エレクトリカル入って、で停電になって、その後奥のタスクやって、終わりって感じです。あの前提皆さん、オラフさん疑いませんか。疑いません。私はゲンさんがセリフしてるかなと思って。ゲンさんが。ごめんなさい、ごめんなさい。2キロ起きてて、はい、オラオ君を疑わないのであれば、エロちゃんの殺害が可能な方から、はい、やっていった方がよくて、エロちゃん絶対左に先端と言ってるので、自分して先端さんがめちゃめちゃ怪しいです。ちょっと待って、待った。アドミン情報を持ってる人いませんか？多分、だから、アドミンの端末で死んでるんで。え、待って、その、なんていうの、そのエロちゃんに関しての。全く見てない、誰も。あちゃー。見られてた方が良かったな、むしろ位置的に。
はい。はい。一応、エロちゃんとはアッパーで一緒になって、で、そこでコミになったと思うんですよ、最初。なんで、コミの方に向かって、エロちゃんどこ行ったかちょっとわかんないんですよね。で、治ったから戻って、メトベイの上の、夏目先生と合流して、うん。そう。だから、リアクターとかセキュリティなのかな。でも、コミの最中だったから、セキュリティ、カメラも光ってないですよね。なんかあんまセキュリティじゃない気もすんだよな。なんか、シチュエーション的に。セキュリティの扉も閉まってたんですよね。夏目がセキュリティに入ろうと思ったら、セキュリティの扉も閉まったから、どうなんだろうと思って。その後見てないんですか、セキュリティは。あ、入れてないんですよ。あの、オラ君を白置きするんだったら、2キルできる人物を探した方がよくて、そうですね。今、サントスさんとか、みんなさんはゲンさんを疑っていると思うんですけど、うん、ゲンさんが左に行ってエロちゃんを殺した後にゾニキさんを殺す。ゲンさんはスナパイさん動いてます。はい、スナパイさんとストレージまで一緒なんで。あ、オッケーオッケー。そうなんだ。その話があるんですね。失礼しました。その話あるな。だったらゲンさんも無理だね。じゃあスナパイさんも無理なんじゃない？そもそも俺とゲンさんがサントスさんがコミュニケーションに抜けていくのをストレージで視認しており。はいはいはい。でその後ゲンさんがゴミ捨てストレージやってるのを後ろで見て、それを待って2人でエレクトリカルに侵入した時、エレクトリカルの配電盤の前に突っ立ってるゾニキさんがいました。配電盤セミでした。そうですよね、うん、はいはい、はい、でその後ゾニキさん停電起きた時にはゾニキさんもいなかったので、外に出てるんですよ、うん、ゾニキさんって、うん、はい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 、うん、だからゾニキさんの方が明らか後に死んでるんですね。2キルが発生した場合でも、はいはい、最初に死んでるのはエロちゃんなんです。はいはいはい、ゾニキさんの生存は私も直近まで確認していまして、だからエロちゃんの犯行は先端か夏目先生にしか無理だと思う。言い忘れたんですけど、アドミンの中誰もいなかったんですね。なので私はベントが一番濃厚かと思ってます。ちなみに下は閉まってなかったの？ケイさん、じゃあ僕無理なこと証明できる。すみません、投票できないバグになってるので、それだけ。はい、はい、あ、1個だけいいですか、すぐ終わるんですけど。計算しても僕はあんまり黒く映ってないですか？もう決め打ちました、はい、もう皆さん視点で1人2キルできるって体感値だったんだったら、はい、もうそっちに私は従います。あ、了解です、 OK です。はい、はい、以上です。1人で2キルできた時間ある？だからそれの前提が そういう話ね。あー、理解した。ゲンさんがオラフ君の2キルを疑ってるのかと思ってたけど、2人によるダブルキルって話か。はい、藤宮さんが白前提の、はい、あー、そういうことか。というより2ロいたらこの場面でこんなにもたもたしないと思うから、そういう意味でも。ただこの状態で白を釣ることによって安全に5人2ロで勝てるケースを作ってる可能性も一応あるので、まあ、もうでも忘れてください。大丈夫ですか？脳裏から消します。はい、もう負けたらお見事で終わります。はい、オッケーです、オッケーです、オッケーです。じゃあ大丈夫です。はい、でも僕はもう発言してないんで。はい、つまり何？僕を白置きするってこと。一郎だから、一郎2キル前提で、一郎2キル前提で前提で進めるっていう。オッケーです。ただその、うん、藤宮さん、はい、オラフさんの2郎ケースはまだありますけど。ああ、了解です、了解です。はい、原因さんどういう風に発見したんですかね、ゾンディキさん。ああ、違う、そっか。だから停電後、ゾニキさんとスナパイさんと私はストレージまでご一緒しました。で、アドミ方向に行かれたのがゾニキさんで、スナパイさんはゴミ捨て方向に行かれたかな。で、私はストレージ上の配線を行い、終わった段階でトの字からアドミンに入ろうとしたらゾニキさんのお軸が発見です。で、その時アドミン誰もおられなかったので、まあ、かなり高い確率で弁当を使われてるんじゃないかっていう警戒をしています。じゃああれだね、だから僕が源さんの後ろにいるから無理ってことを証明できるんじゃない。ゲンさん追い越さないといけないよね、そうなると。だから、ベントから入った人物がキリするってことになるから、オラフ君、白田君だったら夏目さんになるかな。あと、サントスさんがどこにいるかな。切った後、ベントに入る可能性もある。私も一回言いましたけど、トの字の上で、カフェ側は閉まってて入れないで、下に行こうと突っ張ってる状態で私は呼ばれました。あ、じゃあ、ゲンさんはそれを見てるってこと？先端夏目の対立なので、夏目にもちょっと。話させてください、うん、後でボタンを押すので、はい、
と、皆さんの共通認識としてエロちゃんはだいぶ先に死んでて一人にキルなのであれば、キルタイム的にギリギリの、ゾニキさんキルってことで間違いないでしょうか。いや、はい、それ、待っててほしくて、もうちょっと時間経ってると思うんだよね。だってコミュになって停電起きて、でしばらく時間経ってでしょ、うん、だからなんでそんな早く死んでるっていう情報を知ってんのかなっていうふうに思うかな。それだったらエロちゃんの目撃情報とかから洗って総合的に早めに死んでるんじゃないとかだったら分かるけど、いやじゃなくて、ゾニキさんの生存目撃情報のあったかったか後だからです、死体発見までのタイミングを考えてもゾニキさん私10秒ぐらい前までスナパイさんと私は生きてるのを確認しているので、うん、分かってる、僕も見てる見てる。だからってことはエロちゃんさんその30秒以上前になりません、自動的になるなるなる、うん、なるから。でもそれがその序盤の、早い段階ではなくない、それは。ゲンさんが誤解するほど、60秒ギリギリだったので、あ、私のタイムロケなんで、まあ、マジ、いやそれはないと思うけどな。あとセンターさんセンターさんセンターさん、あ、失礼失礼、調べていい、ごめんごめん。夏目がメッドベイに、出てた時センターさんと会ったじゃないですか、うん、でその後に夏目が2キルすることってセンターさんはできると思いますか。そうだからそこがおかしいと思ってて、だったら先端時点夏目白じゃない？違う。だからもうちょっと厳密には60秒以上時間経ってたと思うの。もうちょっと言うと70秒とか80秒ぐらい経ってたと思うの、うん、って思いません？時計さんどう思いますか？あ、私は75より経ってた。あ、でしょ？そうなのよ。そうなの。だからその軸がおかしくて、だから直近のキルってことでしょ、ゾニキさんが。ってなると、うん、まあ例えば75だったらもっと45秒ぐらいあるのよ、最初の時間が。最初の時間45秒以内にセンタンと夏目はメッドベイに、あー、まあ、それは無茶があるよ、さすがに。ゲームはちょっと時計に詳しくないんですけど、それがじゃあ分かったことでどう議論が変わります、うん、だから早い段階でキルしてるってことで僕に容疑を絞ってる夏目さんがおかしいって話だから、勘違いなら崩してほしいし、よしよし。好きないのか。刺すぞ。見ませんように。すごい、終わったはい、素晴らしい、はい、死体を発見しました。第一はロアエンジンと、はいはい、エレクトリカルの通路、ロアエンジンよりそこですね。で僕がセンターさんが死体の前で突っ立ってました。違います。僕が近づいた時に夏目さんが引き返してきてレポートって感じですね。あ、やべえみたいな感じで。ここは多分平行線です。うん、もうボタンって余ってないんでしたっけ。サントさんって余ってました。確か余ってた気がする。押してないですよね。うん、あと、一応白出しだけしときます。私、はい、アドミンに一人残ってまして。あ、見た。あ、もう大丈夫だと思いますよ。はい、いや、もう二択ってことは共通で大丈夫ですか。まあ、大丈夫です。100%はここは絶対なんで。うん、じゃあ、いいです。まあ、サトサボタン余ってるなら、余ってる。大丈夫ですね。じゃあ、もう、先端さんから僕は入れます。はい、え、ちょっと時間あるから一応。え、マジで？え一応、いや、議論というかそのサボタージュのとことか、私じゃあ残るから3人がサボなんですか。だからどうするかな。O2 が怖いんでしょう一番。そうね、 O2 をボタンを押すのが目的なので、あ、オラフ君とゲンさんがそれぞれ分かれれば、はい、多分確実に、うん、じゃあ僕 O2 側、上の O2 側行きますね。ゲンさん、はい、
私はなんか中途半端な位置にいますね、はい、どっちも行けるように、はい、うん、リアクターを僕とゲンさんで行くって感じですよね。はい、うん、うん、でもまあ多分夏目さんで終わる、センターさんで終わると私は思ってますがね、うん、まあ、あ、僕に入れたんだ。はい、あ、じゃあ確定か。じゃあサンタさん票変わんないかな。そう、変わんないけど、一応クルーとして喋っといて損はないかなと思ったから、他にはそのサボの対応とか、うん、放り漏れない、大丈夫、大丈夫です。上は僕が直します。はい、OK です。サントスは待機します。まあ、どうだろうな、終わらんかな。O2 とリアクターだけ、うん、あの、あ、まあ、しっかり対応すれば勝てるから。あ、終わんないんですよね、実は。終わるか。サイト、いや、ごめんなさい。ロマンキル狙っちゃいました。いや、リスクのあるナイスキルでしたね。いやここまで来るとすごいな。いい、すごいですね。いや、え、2キルで、あ、2キルでしたよね、セイダさん。あ、でも、まあ、そう、僕しか、僕しかいないんで、ゲンさんの発見で、センターさん見えてたのかと思いました。それぐらい。あれ、もうスーパーキルでした、あれ。僕弁当入ったんですよね。ゲンさんが、あれ弁当じゃないんですか？え、です。ゲンさんが、見つけた時にちょうど弁当入りきったぐらいなんですかね、そしたら。そうそう、配線やってるのをもう見られないの一か八かかけて、通り抜けて、ゾネキさん殺す即弁当です。あ、通り抜けたんですね。僕は見ましたよ。私雑に言いましたけど、75以上立ってるって言いましたっけ、私。75ぐらい。5ぐらいって言いましたね。はい、ぐらい。結構立ってますよね。うん。そっか、そんな立ってたんだ。全然体感30秒ぐらいだった。立ってた。だって僕、僕がだって一番正確なタイマーと思ってんのもキルボタンっていう。めっちゃ溜まってたよ。だって、エレクトリカの時点で溜まってたもんだって。そうなんですよね。そうなんや、体感。配線中の横か。2人いると思い込んでた30秒しか経ってないと思う。そう。俺、時間の流れが。こんなわけねえっていうのは、インポスターが言ってたんです。分かった、分かった。これ、年取ったら、なんか、時過ぎるの早く感じるって感じ。思ったより、エロちゃんの死体が見つからなかったから。あれは、右ら辺の通路にあったんですけど。そう。うん、俺、見たときさ。エレクトリカルの横ですよ。うん。見たとき、センター入ったとこだったんだよ、ベントに。そう、僕入るところを見て出てきたのに俺は追いつかれたの。あれは二度見しに来たんで、おいと思って殺しました。ああ、ピッカーは遅い説あるな。急に時間の軸相当ぐらいで、私が75って言ってしっかりみんな納得するからドキドキしちゃってね。